はい、それでは世界の国々ということでね、簡単にね話していきたいなと思います。日本とかアメリカとかそういうのを国というふうに言いますが、世界には一体ねいくつ国があるのかと言いますと196カ国あるというふうにね言われております。ただこれ国ね分裂したり新しく独立したりっていう形で国の数っていうのは変わっていくので、教科書とかにはね約200というふうに書いてあったりします。で、その国なんですが、独立国家という言い方があります。この独立国家というのは一体何なのかというと、主権国民領域という3つの条件を備えた国家のことを独立国家というふうに言います。これ何なのかというと、主権っていうのは自分の国の政治のことは自分で決められるということで、あとは国民がちゃんといるということ、そして領域ですね、その国民たちが住む場所があるということ、この3つの条件を備えているのを独立国家というふうに言います。で、例えば3つの条件を備えていないとはどういうことかっていうと、こういうふうに支配されてしまっている、支配する側を宗主国って言いますが、どこかの国に支配されている植民地という人たちは自分たちで自分たちのことを決めることができない、主権を持っていないっていう風になるので、独立国家という風には言われません。で、あとは他の国がねちゃんと認めるかどうかっていうのが大事。例えばこれシーランド公国で言ってね、イギリスで逮捕されそうになった人がね逃げて独立国家だっつってね、イギリスは違う国だからイギリスの法律では逮捕できないはずだみたいなねことを言ったっていうので、勝手に独立したっていうシーランド公国っていうのがありますが、これ他の国が認めておりませんので、国としては認められません。もう最終的にシーランド公国が火事起こして燃えちゃいますからね。はい、続きまして世界のランキング、いろいろと覚えてほしいんですね。例えば面積ランキング1位から5位までは絶対に覚えるようにしてくださいね。1位ロシア、2位カナダ、3位アメリカ、4位中国、5位ブラジルね、これはまあなかなか変わることないですから、面積、国の面積の大きさなんてそう大きく変わらないですから。で、あとはビリの国ですね、一番ちっちゃい国も覚えておいてください。バチカン市国というふうに言いまして、イタリアの首都ローマという町の中にある国というふうになります。これはねキリスト教のカトリックという宗派の総本山、サンピエトロ大聖堂という建物があるんですが、その建物の敷地内だけを、一つの国と見てみます。これバチカン市国というふうに言います。ちなみに広さ的にはディズニーランドとディズニーシー合わせたぐらいの大きさというふうにね言われております。はい、次、人口ランキング第1位から第5位まで覚えておいてほしいんですね。1位中国ね、14億から15億近くいますね。で、インドが13億ぐらいいますね。そのうちインドが中国を抜くというふうに言われております。で、3位アメリカ、実はさっきの面積も3位はアメリカなんです。で、人口も3位はアメリカということで、アメリカは覚えやすいかな。で、4位インドネシア、5位パキスタンというふうになっております。ね、これも人口なので増えたり減ったりで変わることはあり得ます。はい、次、ちょっと面白いので覚えておいてほしいのは長い国名ですね。イギリス、何が長いのっていうと、正式名称はこんなに長いです。グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国というふうに言います。イギリスって島国なんですが、その島の名前をグレートブリテンというふうに言います。でもそれ以外にも隣の島に北アイルランドというところがあって、そういうのも合わせて連合王国というふうに言っているよということ。あと長い首都名ですね。例えばスリランカという国があります。このスリランカの首都、スリジェヤ・ワルダナ・プラコッテ、ね、長いですね、覚えづらいですね。はい、次、国旗あれこれということで、日本の国旗、日の丸は皆さん大丈夫ですよね。こう日の丸に実は似た国旗があります。こうバングラデシュですね、こう背景が緑っていう、実はまだ違うところがあって、実は真ん中の赤がちょっとずれてるんですね。これど真ん中ではないっていう、そういうちょっとね、日本の真似したわけじゃないんだよっていう話ですね。はい、イギリスの国旗、ユニオンジャックという名前がついております。ユニオンというのはくっついてるという風になる。これ一体どういうことかっていうと、イギリスを構成するイングランド、スコットランド、北アイルランドっていうね、まあ、あとウェールズっていうのがあるんですが、国旗の中には入ってません。で、この3つの国旗をガシャンと合体させるとこういうね形になるということですね。で、このユニオンジャック、実は他の場面で見ることがあります。例えばこれオーストラリアの国旗なんですが、ここにユニオンジャック入ってますね。これ何かっていうと、昔オーストラリアはイギリスの植民地だったということを指しています。これオーストラリア以外にもね、いろいろユニオンジャックが入っている国ってありますからね。
はい、次アメリカ国旗よく見ると思います。この星いくつあるか知ってますか？これ全部で50個あります。これアメリカには州というのがあります。その州が50州あるので、その州の数を表しています。じゃあ横の赤と白のストライプ、これは何なのかというと13本全部であります。これはアメリカが独立した時は州の数が13州しかなかったですね。で13本というふうになる。13州だったものが50州に増えたよというふうにね、指しております。あとこれトルコの国旗も、象徴的です。何が象徴的かというと、三日月と星が入っている国旗っていうのは、これトルコ以外にも他にあります。で、この三日月と星が国旗に入っていたら、その国の宗教はイスラム教ですよということを指していたりするという、そんなね、国旗を見ていろいろ分かるんだよというお話でございました。以上、ご清聴どうもありがとうございました。